8月13日です。本当に8月13日です。朝食券がね、あったんで、食べに行こうと思います。ちょっと今日、これ病院行かないとやばいっすね。病院行きます。では。もう12時です。今日は6時前までに仙台に行かないといけなくて、さらにちょっと風がすげえ辛くて病院にも行きたいんですよ。だからすぐ病院に行って、で仙台まで、福島から仙台までひとっ飛びしようと思います。まあ大丈夫っしょ。とりあえずフェリーに乗れればいいんで、じゃあ行きますか。行きましょう。じゃあパート2開始です。たどり着くといいんですけどね。今日は病院行って、バイクショップ行って、ジョジョ店行って、船乗るのが一番なんですけど、ちょっとどれか一つは多分ね無理なんですよね。バイクショップはさ、行く全然いいから。道の駅入ろう、道の駅入ろう。ちょっと入りたくなるよね、道の駅って。テンション上がる、わかる、この気持ち。しかもいい感じの道の駅っていいよね。人が多分ちまばらにいるぐらいの。道の駅で出会った同じ神奈川から行く道でここまで来たおじさん、そのまま盛岡まで行こうとしてる。すごいハンフリー精神、尊敬します。わかんないけどね、行けるのも。いやまあでもそれなら行けると思います。下道だとしんどくないですか。いや楽しい。本当ですか。いや眠い。やばい、雨が降ってきました。あのね、雨が降ってんだよ、すげえ。やばい、めっちゃ降ってきたな。しかもちょっと止まるか、止まろう、止まってカッパ着よう。やばい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 。でいいかな。とりあえずその出会った直後に雨ってね、旅の辛さを感じるよね。つれー。ジェットマンは大人になってみると深いから見てね。道の駅国見あつかしの里。こんにちは。春日部ですか。だね。今日どこ行くの。仙台です。フェリーですね、フェリー。あれじゃあ明日入るんだ。いや、今日の6時のやつ。北海道南州の自分を広い社さんたちと、北海道のアドバイスとか、いろんな話めっちゃ面白かったです。ダラの子みたいな声かけてみ、あのヘルメットかぶしてもあれだよ、ほんと可愛いよ。そしてたまたま一緒に写真を撮ってくれたかっこいいバイク4人組、ありがとう。滋賀県から来たハーレーおじさんは、無料の混浴温泉を1時間くらい俺に教えてくれました。ありがとう。さっき出会ったとは思えないほど仲良く、地図で混浴を探す男たち。そこ右曲がってて10キロあるしな。次の信号やつだ。まだ。手を振ってくれた少年たち。ハーレーおじさん、手を振って見送ってくれてた。なんか涙出てきた。なんか涙出てきたよ。あれ久しぶり。ちょっと待って、再会。あれやっぱりここに来るみたいな。今日北海道です。じゃあ今日は、あ、仙台今からフェリー乗るんですよ。あ、はい、ありがとうございます。この辺右折か、次の信号右折かな。これ多分すごい人だ。
ます。行ってきます。で、240、150ですよ。いや、125です。125、はい、だから、ケツがもう。ちょっとピンクだ。そうっす。すごい。腰が痛くて痛くて。では、今回はここまで。次回もどうぞ、見てくださいな。ついに俺は北海道へと上陸した。風邪はひいてるけど多分大丈夫だ、多分大丈夫だと思う、うん、多分。次回北海道上陸、ついでに見ろ。